こんばんは。公演お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日はメイクさんにメイクしてもらった目アイシャドウとチークだけあとマスカラや、アイシャドウ、マスカラ、チークだけやってもらいました。そしたらめっちゃ漏れた。私やっぱオレンジの方が漏れるんかな。アイドル前髪やって、アイドル前髪や、アイドル前髪にしよう。あんましない。ようやく前髪のあるみおちに会えて幸せでした。おー、前髪初対面の人もいっぱいいますね。こんばんは。あ、はい、ありがとうございます。公演中前髪全然崩れへんよな。え、崩れへん。私前髪固めてるからこの間を通っていく汗が。前髪が薄い人は多分、薄めに作ってる人は多分べちゃってなっちゃうかもしれんけど、私めっちゃ重く作ったので大丈夫です。花火花火。リップもね、最初ねオレンジのやつ借りたんですけど、ちょっともうメイクさんが変えちゃったので自分のやつ塗りました。次はいつ会える、いつでしょう。こういう枠方めっちゃ似合う。やったー、ね、やったねー。チークいい感じです。やったー。オレンジのチークとアイシャドウ顔いますよ。みおちがいます。こんばんは。お腹減った、激お腹減った。でもお腹減ったちゃうわ。公演の前に普通に食べたんですけど、めっちゃお腹減った。サイドポニーかわいい。そう、これこのここの位置めっちゃ似合う気がするんですよね。今ならお寿司何個いけるかな。お寿司は3皿。お疲れ様でした。レッツゴートゥーザ、レッツゴートゥーザヘブンやって。何それ。お疲れ様です。グッナイです。なんて優しいの。この髪型またしようっと。今日な、全然むくんでない。めっちゃ目がパチッとしてていい感じや。やったねお見知り置きを。そうなんです。かわいい髪型やった。私編み込み好きやなってメイクさんに言われました私編み込み好きかな。編み込みしかないもん。あ、そこ食べる。オレンジのアイシャドウとチークはギリオレンジっぽいの持ってるけど、リップオレンジ持ってないんだよな。でもな、今日メイク全く落ちてないな。アイライン落ちてないです。噛むつもりなくて、
編み込み落ち、全部目落ちつける眉毛メイク解説してほしいです。わ、わかりました。前髪落ち前、眉毛な、眉毛今日めっちゃ綺麗じゃない。今日はメイクめっちゃうまくいったわ半分ぐらいしてもらったけど、まつげもギャンギャンやな。まつげもやってもらった。やっぱすごいね、こんなに同じマスカラでもこんなにできるんや、手芸。眉毛は自分ですよ、眉毛は自分で描いたよ。今日の声めっちゃ良かったよ。チーム M 尊いです。お、尊い、推しが尊い。手芸、手芸です、手芸。この木、星のやつは花火ですか？守ってこれ、どうやって？花火？なんか今日眉毛の調子が良かったんですよ、たまたま。なんかね、同じメイクしても全然色が違う色が変わるんですよ。星花火らしい。おお、星花火かわいい。かわいい。ポポ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 。お腹減ったな。お腹減っちゃったね。前髪なしのめっちゃ綺麗なお姉さんみたいで好きだけど、今の前髪も可愛くて好き。やったー。でもね、この分け方以外のパッツンとかもやりたいな。こう端に寄せて真ん中薄くするやつとかやりたいな。青春ジャンプどうでした？見てくれましたか？青春ジャンプめっちゃいいね。前髪落ち。青春ジャンプ。え、ありがとうございます。へい。猫パンチさん、ありがとうございます。めちゃくちゃ良きでした。やったー。いい。いいね。いいね。私ね、最近ねハマってることがあって言っていいですか？私昔の逃走中見てるんですよ、 FOD でおもろ。エミーも逃走中大好き。エミーに逃げ切れると思うんだけどやっぱ、そう、くくれたよな。なんか渚さんとゆきりんさんが出てるのを見て、見た、で昔好きやったの思い出して好きだと思い出したんや。はい、なんか小学生とか中学生の時見てたんですよ、うんうん、でもなんかしばらくして戦闘中とかごちゃごちゃってごちゃごちゃってなってウィーンくなったんですけど、戦闘中がやっぱ一番いいよなはい、それで、すごい FOD 入っ、ミッション参加する、全部ミッション怖いですよね。怖いよな、めっちゃミッションやりたいな。ハンター怖いけど。めっちゃ怖そう。100体。ビビって何にもできなさそう。で、私は昨日も見たんですよ。昨日は何の回見たっけな。
最新話からこう逆に見てってるんですけど、この間浅草のやつ見て、小栗さんが出てたやつ見ましたね。あきら先生がハンターかな。一人しかいひんやん。おもろ。浅草の小栗結衣さんとかペアになってやるやつ見ました。第何回やる、47回ぐらいかな。やばいですか。あ、じゃあやめて。はい、逃走中の映画見たけど見れてない。え、映画アニメのやつかな。どんなやつやろ。アニメのやつ。ミオチが逃げた先にはハンターだ。クエストさんがめっちゃ最近の趣味なんですよ。やば、ありがとうございます、嬉しい。ミオチクロノス社にいそう。いそう。嬉しい。実写劇場版です。そんなんあるんや。私映画は知らないですね。これは何ですか。なんか FOD が 安くなってたんですよ。それで入った。安いなら入ろうと思って。27時間テレビの逃走中面白かった。それな、めっちゃ綱引きとか面白かった。それは TVer で見れたんですよね。でももう昔の見れなくて FOD 入った。逃げているときに携帯が鳴ったらびっくりした。確かにびっくり。逃走中サイドストーリーのは星になっちゃってるな。こんばんは。みょうち普通に隠れてて捕まりそう。私ですビビリやからな。28日のメラムラ NMV にみょうちの名前あったよ。そうなんですよ、全員初期正解。メラメラ楽しみ。メラメラいいね。ヒロインやってそう。マジ生徒さんに紛れて芸人さんおるの反則やね。めっちゃ面白かった。いいね。でもな、出るのは怖いですね。今日も見ます。今日は川田ひなさんが出てる回。私川田さん9位。すいません。こんばんは。こんにちは。8期生で逃走中してほしい。まこちとさくぱん坂田が無双してるか。絶対まこはマコは残りますね。今日めっちゃ見にくいんだけど。こいマサヨシさん3位、4位高橋シーロ。4位マサヨシさん。いいね。あれどうなってんの。みゆきさんが苦戦してる。めっちゃ見にくいんですけど。あ、4位が高橋シーロさん、3位はマタヤンさん、クエストさんで、まこちは神速迅速神速神早だから逃げ切れるはず。でも逃走中やり、8期生逃走中やりたいな。8期生神回予感。誰がいるんやっけ。ほのあみおち、このあみおちですか。あとみひなりさ、あと誰だ、さくら、さくらじゃないわ、誰だ。8期生号泣キャンプしてほしいです。やりたい。まこちがハンターやったらガチで使いに来そう。まこハンターやばいな。足の速さならさくら速いねんな。
いいな、足早くなりたい。八期生足早いこと遅くに返そう。私遅いです。でも私分かったで、あれ視界から外れればいいからめっちゃぐるぐる回って角に入ればいいんや。そう、振り切れば、視界から外れれば。えいちゃんとみょちゃん遅いって言ってたの。遅いですよ。昔早かったのにな。私めっちゃね、めっちゃ小学生の時めっちゃ運動できる側の人間やったんですよ。やのにいつからか遅くなった。公園4列目で見てました。今日も可愛かった。わ、青いハートありがとうございます。久しぶりの配信だね。ルームスも配信したいけど、いつしようかね。ハンターボックスに突撃して逃げてた人もいたな、過去の回。ハンターボックスに突撃？どういうこと？入ったってこと？音楽の方に能力がいってしまった。いやマジでマジで運動は、でもほんまにそうかも。吹奏楽始めたぐらいからね、部活始めたぐらいからどっか行ったから。結構走るの早かったし、マラソンとかも根性で残ってたんですけど、シャトルランもめっちゃ残ってたし、小学生の頃まで。やのにミッション挑戦するタイプ。いや自分が足早かったらいいけどな。ハンターボックス側に逃げてハンターの視界から外れてた人がいた。へえ、そうなんや、すげえ。みょうち体力ありそうやもん。え、体力ないで、体力ないで、ゼロゼロ。話のゆっくりやから昔から遅いイメージでした。え、でも8秒台やったな。8秒前半やった。今はもう10秒ですよ。10秒やばいよな。せめて9秒。女子としてはかなり早いのでは。いや小学校の時な。小学校の時8秒前半やったけど、今は10秒です。今は8秒じゃないで、今はもう10秒ぐらい。ダメだ、ダメだね。今日の晩ご飯はまだ分かりません。今週あれですね、ルームスの配信しよう。今週の5日にするのでまた告知します。NMB の最遅はほのぴ、ほのぴ何秒ですか？ほのぴ何秒？え、遅いの？めっちゃ速そうやけど。ライカさんもめっちゃ遅いよ。え、それは知ってる。
それは B2 の時にね、散々ね、散々っていうか話して、もうめっちゃ知ってますよ、仲間やと思って。ではそろそろお腹が減ったので終わるかな。ランキング13位さわちさん、ありがとうございます。12位レムさん、ありがとうございます。11位スーパーサブ48さん、ありがとうございます。10位マスオさん、ありがとうございます。9位なーちゃさん、ありがとうございます。8位ジェフさん、ありがとうございます。7位犬の金持ちさん、ありがとうございます。6位力持ちさん、ありがとうございます。5位トミーさん、ありがとうございます。4位カズさん、ありがとうございます。3位カルちゃん、ありがとうございます。2位ヨシカズさん、ありがとうございます。1位トコ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 テテンヨシさんです。おめでとうございます、ありがとうございます。それではまたショールームとかルームス配信したり、カジュパしたり、SNS 更新したりするので見てください。今日はご飯をいっぱい食べます。ありがとうございました。またね、バイバーイ。